はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、ついに各クラブにね、2023シーズンガーディアンが登場したということで、はい、その強さはいかほどかということでね、しっかりといつも通り85以上全選手徹底解説やっていきたいと思います。えー、今回の動画はパート1ということで、えー、選手名、えー、選手図鑑からすると、えー、J1 の左上から順に、えー、6チームずつやっていきたいと思います。 えー、ちなみにね、登場期間に関しては今日ね、5月31日から、えー、6月30日までとなってますので、まあ、ここでね、何がわかるかというと、えー、6月30日から終年が始まるということもね、確定がしたと言っていいんじゃないかなと思いますので、まあ、結構ね、大事な日付になったと思うんで、えー、ここはしっかりと押さえておくようにしましょうということでね。 まあ大体大方予想通りね、まあ月末開催までになってきたわけなんですけれども、まあやっぱガーディアンっていうとね、まあやっぱりまシュートセーバーというね、キーパーが結構注目されるスキルがあった中で、まあ新スキルのね、えまあどういったのが来るのかというところもちょっと注目がありましたし、まあまたどういった選手がやっぱ選ばれてくるかっていうのはね、まあやっぱり結構各チームね、ええ、まあやっぱ守備の要の選手、ただね、一人とは限らないんでね、まあどっちが出るかなとか、ね、複数人、 まあ、候補がいるチームがあったりとか、まあ、このチームはこの選手だろうという候補があったりとか、まあ、まちまちだったと思うんですけれども、果たして皆さんのね、思った選手は出たのかというところと、思った以上の評価を得られたのかというところと、思ったぐらいの評価を得られてるのかというところがね、まあ、非常に大事になってくると思うので、まあ、今回ね、85以上の選手に限りますが、えー、僕の主観になりますけれどもね、GK の主観で、えー、評価をさせていただければなと思います。まあ、よかったらね、参考にしてい,ていただければなと思います。じゃあ、本日よろしくお願いします。 ということで、じゃあ早速ね、えー、ちょっとこの動画長くなりそうなんで、えー、中身に入っていきたいんですが、えー、評価基準をね、説明とかする前に、えー、まずね、新スキルが来てますので、そちらの方を紹介していきましょう。こちらです。 はい、えー。新スキル登場ということで、えー、まずは一つ目ね、これソリッドガーディアンね。はい。えー、ガーディアンの上位として登場しておりますと、まあ、今までガーディアンの上位というと中盤のカリウドとかサイドのカリウドとか来た中で、まあ、それと同等なのか、もしくはスキル的なリーグ、まあね、強さ的に強いのかっていうのは、正直使ってみないとわかりません。はい。 なんでかっていうとスキルの発生っていうのはそのそもそものその何て言うかな例えば EP が乗ったぐらいの差しかない場合といやこれスキル的に明らかに上位だなっていうねパターンもあるわけですよ。 ま、例に言って出すと、例えば、うんー、まあ、ほとんどのスキルそうなんですけど、上位スキルが出た時って裏 EP が乗るか乗らないかぐらいの、まあ、さあ、プラス、まあ、ちょっと上位スキルの方がなんか強い気がするなぐらいなんですけれども、まあ、例えば、フラスル系とかっていうと、まあ、圧倒的にね、あの、フライスルーパスよりレインボーアーチの方が使い勝手いいし軽いし、 まあ、それのね、上位のファンタスティック・アーチパスの方がね、その射程距離とかも全然変わってくるので、まあそういったなんか、そもそものスキルの強化版の可能性もあるわけですよ。だからそれは実際使ってみた人しかわからない、まあ例えば、まあ退治した人にしかわからないというところがありますので、現時点では何とも言えないですが、まあ上位スキルということで、非常にまあいいスキルであることは間違いないとは思います。で、裏 IP もね50、50%乗ったということで、まあこのスキル持ってる選手は当然クラちゃんでも使いやすくはなったということですね。 であと、えー、タックル系のスキルね、えー、回数も結構稼げる場合がありますので、まあ、クラちゃん向きとも言えるスキルということで、まあ、ここはね、大きなねスキルの登場になったと言っていいんじゃないかなと思います。まあ、基本的にリーグでもクラちゃんでも、はい、どちらでも、えー、活躍できるスキルだと思うので、まあ、ここは注目に今後,なって今後もまあ、そうですね、いろいろまあフォーカスとか、まあ、いろいろ限定でね、えー、ディフェンダーの選手見ると思いますが、まあ、そこにもね、普及してくると思うんで、まあ、特にタックル系のスキルは結構普及が早いんでね、はいそこも含めてまあ今後注目かなと思います。 まあ、ぜひね、えー、評価気になる方はぜひね、えー、手に入れた方と試合をしてみるか、えー、ご自身でね、手に入れてぜひね、試してみたていかがかなと思います。はい。で、あと2つ目、えー、見ていきましょう、えー。鉄壁のテリトリーということでね、登場してます。えー、ついにね、絶妙な間合いもね、上位スキルが来ましたということで、裏 EP が30%で登場してます。まあ、これで使用スキルはだいたい上位スキルが出たかな、キーパーもね。まあ、エアウォールもエアフォートですね、去年出ましたしということで、 まあ、シュートセーバーのね、上位が来るかどうかというお話もちょっとしたんですけれども、ここでは来なかったですね。ということは、まあ、ワンシーズンこ、もしかしたら来ないのかもしれないですね。はい。まあ、と言ってもね、キーパーは結構グレード高い選手の登場機会っていろいろフォーカスとかね、まあ、バンディエラとかマジェスティックとか、まあ、いろんな限定含めてまだまだありますので、まあ、登場の機会はまだまだね、可能性としてあると思うんですが、一旦ちょっとガーディアンではね、来なかったというところでね、まあ、来ないなら、前のね、上位はね、可能性は十分にあったんじゃないかなというところで、まあ、ここも予想の範囲内の、はい、スキル、上位スキルのまあ登場だったんじゃないかなと 思います、まあおそらくどうでしょうねこれも使ってみないとわかんないですけどこれは前の裏30乗ってるバージョンぐらいなんじゃないかなと正直思ってますが、まあ、例えばこれがボレーに対してめちゃくちゃ強さを発揮するとかなってくると話が変わってくるんで今回ねそれえっ、ー、と A スキル一つの選手がねこのスキル持ってきて要はセービングの、ね、A スキルがないという状態がありますけれどももしかしたらボレーをすごく防げるんだったら今後注目スキルになってくるかなというところがま一、あ、つのまあ かかれ目目と言いますす、まあ、注目ポイントですかねそこをまあボレーに対してどうなのかというところはちょっと気になるかなと思うので、まあ、これもね手に入れた人か、まあ、対峙した人にしかね分からないところなので、まあ、是非ね、えー、皆さんもね手に入れるか、えー、持ってる人と対戦するかでね強さを確かめてほしいなと思います。 まあ当然ね、裏 EP30% 乗ってますんで、まあ、クラちゃんにはね、その分有利と言えるので、クラちゃん向けのスキルとも言えるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、間合いはね、一応ね、条件がね、結構ありますからね、発動がね、ウォール系とかと比べると発動条件がちょっと敵、まあ敵っていうか相手選手次第とかにもなってくるんで、安定するかどうかというとちょっと難しいですけどね。まあ、ただ、裏30乗ったのはでかいんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、まあね、ディフェンダー1、 ゴールキーパースキル1ということで、それぞれね、新スキルが登場してましたが、まあ、ここはね、ちょっと、のいの、おいおいね、<laughs> のいのいじゃないですね、おいおいあの分かっていくこともあると思うんで、まあ、現時点ではね、ちょっと何とも言えませんが、登場したばっかりなんでね、はいぜひ皆さん試してほしいかなと思います。はい、ということで、じゃあ、ここからは選手評価に入っていきたいんですが、まず評価基準の説明をね、させてください。こちらです。 はい、えー、この動画の評価についてなんですが、スキル能力値総合の3項目を1から10の10段階で評点付けをします。で、またね、一人一人上記の項目を、えー、評点付けした上でですね、えー、スキル能力値総合力、まあ、あ他ボナ戦とか、まあ、含めた上でね、一人一人細かい評価を、えー、出していけたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速、もう一人目の選手から参りましょう。まず一人目の選手はこちらです。 はい。北海道コンサートで札幌の岡村第八選手です。岡村選手、スキル8、能力値9、総合8で評価しております。まあ、まずまずの評価といったところですが、まあ、スキルね、まあ、ここはね、ABC の組み合わせはね、あ、ABC じゃないですね。AB ね。<laughs> 癖で ABC って言っちゃいますね。ABB なんですけど、組み合わせはもう完璧だと思いますね。ただまあ、順番的な話で言うと、まあ、タックルかスティールが、まあ、タックルかな。 このスキル構成だと、まあ、タックルが A が一番見栄えが良くて、それだったら9とかもう本当に9.5に近いぐらいの評価、点5があるならね、うん、まあ、10に近いぐらいの評価は出せるんですが、うん、空中戦が A だとね、まあ、せめてね、B でタックルスティール持ってるのも救いなんですが、まあ、8かな、まあ、E8 かな、うん、まだ救い用のある8と思ってください。で、能力値的には、 まあね、当然センターバック一本の選手なんでディフェッチ高いプラス、ボナセンディフェプラスでしっかりとついてますので、ここは評価高いですね。まあ9でしょう。で、総合的にはちょっとスキルの評価を引っ張って8にしております。まあ、活躍の機会がないわけではないですね。ただ、まあその A スキルがやっぱりないというところに踏まえると、まあここの差はちょっと大きいものがやっぱりあるのかなと。思ってる選手と持ってない選手で比べると、まあ大きいものがあるのかなというところなので、まあ完全とは言えないというのが正直な感想かなと思います。 まあ、ただですね。ただ、まあ、例えば、まあ、岡村選手もね、今、チャレ回収会とかできますけど、僕もね、札幌ね、それこそ最近3日間ぐらい、まあ、アディチャレ3日間ぐらいかな、回らせていただいたんですけど、まあ、それなりに、まあ、ドロップはするので、今、狙い目かなと思うんですが、まあ、そういった意味も含めてね、まあ、仕上げる、え、まあ、手段はあるということで、まあ、例えばね、キラ持ってたりとか、クラブリンク関係がね、発動できるとか、 まあ,あとはセンスが結構しっかりとリーグ向きに、ね、ついてるとかだと、うん、まあ比較的リーグでまあ使っても間違いではないのかもしれないですけどただやっぱりその B スキルの不安は拭えないのでそこをちょっと、まあ、実際試してみてどう見るかというところが、まあ、ユーザー視点でまあ大事なところなのかなと思いますね。まあ、こればっかりもまあ試してみないと何とも言えないですがただまあ A スキル持ってる選手からしたらちょっと分が悪いかなというところだけはお伝えしておこうかなと思います。 であとはまあクラちゃん的な話になると、まあ、クラちゃんでは、ね、悪くないと思いますね。ただ A と B のそもそものスキルの基礎値というのは結構差があるので、空中戦が多く絡む、うん、試合展開にならないと稼ぎもそんなに増えないかなと思うんで、まあ、ここも、ね、正直、ね、クラちゃん向きかというとちょっと難しいところありますね、はい。というところで、やっぱり A スキルっていうのは非常に大事なので、ここの A スキルの重みをもろ、うんまあ、に受けてるカードと言っていいんじゃないかなと思います。 まあそこが気にならないぐらいの活躍を見せてくれるんだったら、リーグ方面とかだったら、まあワンチャンあるかなぐらいと思ってください。ということで、まあ評価としては、まあザ8って感じですね。はい。まあ急にはなれなかったというところはそこに、えー、要因があると思ってください。ということで、まあ岡村選手もね、でも一発目かな実質85以上超えるの前あったかなもしかしたらあったかもしれないですけど、あんまイメージないな。 1一発目ぐらいでこれぐらいのカードが出るとなると、まあ、今シーズンもね結構成績的に見ても非常に期待できる選手なので、まあ、特にまあ前半のガーディアンというよりはこれからどんどんグレードが上がっていく選手なので後半の限定とかに絡んでくると、まあ、ここもちょっと評価ね気になる選手の1人だと思います、まあ、その上でねこのガーディアンの面々で89のグレードが出たということは結構評価に値するんじゃないかなと思うので、まあ、今後の限定非常に楽しみな選手と言えるかなと思います はい。じゃ続きまして、え二、ー、人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。鹿島アントラーズの上田直道選手です。上田選手、スキル7、能力値が9、総合8で評価しております。はい。じゃここ見ていくんですが、スキルはね、うんまあ、ピンタクいいですね。 で、ヘディングクリアもいいと。で、フィードということで、これスティールがないんでね。うーん、ま、あそこがちょっと評価厳しいとこですかね。やっぱ7ぐらいかな。で、能力値に関しては、ここもね、まあ、当然センターバック1本の選手なんで、リフェッチ高い。プラス、ボナー戦もしっかりと金利フェプラス持ってるんで、まあ、ここは9に評価値すると思います。で、総合的にはまあ8ぐらいの評価かなと思いますね。はい。 で、ここもね、まあ、細かく見ていくと、まあ、やっぱりスキルがね、まあ、やっぱスティールがないというのはちょっと怖さが出ますね、どうしてもね。うん。まあ、ここがちょっとね、急所のポイントになるかなと思います。まあ、あとはそんなに文句ないですね。能力値も高いしね。はい。で、総合的にはま、8の評価つけてますが、まあ、やっぱりね、スキルはね、変えられないですからね。これよく僕言ってるんですけど、 スキルはね、まあ、能力値はね、例えばまあちょっと低くても、どうにか手こ入れしようがあるんですけど、スキルはもう、ね、変更カードとかもないので <laughs>、ここはね、必ずしも王を引いていくかな、いくら強化してもね、どうしても。うんまあこのスティールがないっていうのがなぜ痛いかというと、まあ結構最近トップ下の選手とかもパス普及したりとかしてて、そのゴール前のつなぎのパスをカットできないっていうのは、結構致命的なんですよね。うーん で、そこでやっぱ食い止めるのがセンターバックの仕事でもあるんですが、まあ、空中の方はヘディングクリアがあるので、まあ、まだなんとかなるとは思うんですが、そのちょっとしたパスがカットできなくて失点という場面も、うん、拭えないんでね。うん、で、センターバックも結構まあそうですね、普及しだしても結構立ってるんで、まあね、いい選手はやっぱりいいってなってくると、そこら辺もしっかりカバーした選手も多々出てるんでね、そういった選手と比べるとやっぱ部が悪くなっちゃうかなというのが、厳しいポイントの一つかなと思います。 まあ、ただ、上田選手、一つね、あの、注目ポイントがもう一つあるとしたら、スピードタイプのディフェンダーなんですね。うん。スピードタイプのセンターバックって結構手薄になりやすいところなんで、まあ、主力選手でいたりはするんですけどね。まあ、まだちょっと手薄な方だと言えるので、まあ、タイプ別とかで残しておくのは、まあ、ありなんじゃないかなと、個人的には思うので、そこはちょっと評価できるところかなと思いますね。はい。まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい。では、続きまして、3選手目見ていきましょう。こちらです。 はい。浦和レッズのマリウス・ホイブラーテン選手です。はい。ホイブラーテン選手、スキル8、能力値が9、総合8で評価しております。はい。ここを見ていくんですけどえ、スキルは8ということで、まあ、ガーディアンいいっすね。で、フィードもまあ、別にあってもいいと。で、パスカットが C ということで、これ BC 逆だったらな理論ですね。ここはね。はい。で、これじゃあ C のパスカットじゃダメなんですかと。j k さん、ダメなんですかと。C でも使えるでしょう。というところの意見としては、使えます。これ使えるんですよ。 実は使えるんですけど、一定のとこまでです。はい。ということで何が言いたいかというと、例えば、まあ、グラマスまでは通用するでしょう。 まあグラマス以上の人とするとなると、まあ、グラマスで結構その常連、まあ、優勝常連の人とか、そういう,、まあ、う,いう人たちとすると、やっぱここの、うん、不安要素っていうのはやっぱ拭えないかなというのが正直な感想です。なので、まあその初心者の人とか中級者の人が使うには全然問題なくて、も、ま、う、あ、ほんと活躍の、ね、機会というのも十分にあるんですが、その高みを目指している人からすると、 まあちょっと物足りないかなというのが正直な感想かなと思います。なので結構その初心者、中級者の人とかからしたら結構当たりの方なんですよ、カードとしてはね。なので、えー、まあ、このホイブラーテイ選手のカードを狙っても全然いいレベルかなとは思います。ただそのまあ、得点のレベルまでしか通用しないというのは一つね、押さえておいてほしいなというところですね。はい。で、能力値とか見てみると、これね、ボナ戦ね、同じくディフェプラスね。うん。 で、えー、センターバック主流のね、まあ適正1ポジションの選手なんで、ディフェチも高いということで、まあ、ここまで評価高いですね。で、ホイブラーテン選手も、えー、チャレまでね、あのー、グローリー、アサリができますので、まあ仕上げやすい選手と言えると思うので、そういったところも評価に値するんじゃないかなと思います。まあなので、結構ね、今回ホイブラーテン選手ね、まあどのぐらいのグレードで出るかっていうのは正直僕もちょっと読めなくて、 ま本当に今の成績から言うとぶっ壊れか、ま、ぶっ壊れまでは言わないけど、ま、ま、ほんピックの手前とかピックアップにワンチャン下の方で絡んできたりとか、ま、それぐらいの評価をされてもおかしくないなっていう中の活躍だったので、ま、どれぐらいかなとちょっと思ってたんですけど、ま、意外と刻んでやっぱ88ぐらいで、一回刻んできたのがちょっとリアルなところかなと思いましたけど、うん、結構ね、外国人選手とかだとね、超えてきてもおかしくないなと思ったんですが、ま、ま、ホイブラーテン選手もね、多分今年の活躍見てると僕は正直今年中に金旗クラス出てもおかしくないと思ってて、 ま特に後半の、まあ裏がね、今、まあ、このままいい感じでいって、青図とか、まあ優秀選手ぐらいに絡んでくると、本当に95とかあるぐらいのカードだと思うしで、あとはフォーカス系がね、どれぐらいで出てくるかもね、ちょっと鍵なんですよね。例えばこれ、後半の限定とかに出てくると、結構、うん、いいグレードの可能性があるし、まあもしかしたら2段3段とかで早めに出ちゃうと、まあそんなにグレード上がりきらない可能性もあるんで、 まあフォーカスでそもそも出るかどうかはちょっとわからないですけど、出るとしたら後ろの方で出ると、グレードも当然期待ができるというところでね、はい、非常に今後楽しみな選手となっているかなと思いますま。今回は、うん、一発目としては、まあ、十分なカードが出たんじゃないかなと、個人的には思います。まあ、やっぱり一枚目から完璧なカードが出る選手というのは、まあ、いますけど <laughs>、いますけど出ない可能性の方が高いんでね、まあ、しょうがないかなと思います。まあ、これぐらいのレベルだったら十分、まあ、使えるカードは出てるんじゃないかなと思うので、評価に値するんじゃないかなと思います。 まあ、ぜひね、ここセンターバックとか期待してる人は狙ってみてはいかがかなと思います。はい。では続きまして、えー、4人目見ていきましょう。こちらです。はい。FC 東京の薬物オービック選手ですね。まあ、ここおなじみのね、えー、ガーディアンコーグレードの選手ですが、えー、今回スキル9、能力値が9、総合9で評価しております。 ということで、オール Q の評価だったんですが、まあ中身見ていくと、こうスキルね、まあ、シュートすればいいですね。で、制空権もいいと。で、このゴッドハンドね、これをどう見るかっていう話なんですが、正直ね、多分個人的な話を言うと、うーん、まあ難しいね。<laughs> 一応ね、こう、ちょっと想定内の話で、これちょっと初の出来事なんでね。あの、セービングスキル2種ね、これいずれ来ると思ってましたけれども、まあ別に、うん、まあウィコレやってる人とかからしたら結構珍しくな,ないと思ってて。というのも、まあ大体、おそらくですけど想像の、想像の範囲内ですよ。もう本当にそうかわかんないんで、僕は責任持てませんけれども、セービング2種持ってた時にどうなるかっていうと、多分鉄壁の方が優先度相当高いはずですね。 うん。鉄壁じゃない。シュートセーバーね。で、シュートセーバーの方が高くて、まあ、基本はシュートセーバー発動してて、スキルが切れた時に、まあ、ゴッドハンドっていうのがなんか想像の範囲内なんですけど、ただ、責任が持てません。<laughs> 大事な場面でゴッドハンド出る可能性あります。ということで、僕だったら一旦様子見で解放しないかな。うん、怖いね。それが怖い。うん、ゴッドハンドが出ちゃうのが怖い。だリス多分その、イメージ的、まあ 多分多分ね <laughs>。多分シュートセーバーが相当優先されてるはずですが。ねでもわからんね。いや、わかんないですね。ゴッドハンドが出ちゃう可能性もあるね。いや、ある。これはないとは言えないです。あの、解放してくださいと言えないです。まあ、どっちかっていうと解放しない方がいいですって、やっぱり言っとくべきかな。うん。なんでかっていうと、あの、解放したら、あの、解放する前の状態に戻せないっていうね。はい。もう一方通行なんでね、ここはね。 うん。だからまあ勇気ある人が解放してみて、その圧倒的にシュートセーバーの方がもうほぼ間違いなく発動するよと。で、まあそのシュートセーバーが切れてる時にゴッドハンドが出るよぐらいだったらいいんですけど、まあそもそもゴッドハンドがそもそもそんなにシュート止めれるかって止めれないんで、まあそこかな。うん。これが例えば、あのー、シュートセーバーの上位とか持ってきてね、また例えば出たとして、シュートセーバーの上位スキルとシュートセーバーとかだったらもう即解放だと思うんですけど、 そうじゃないんでね。まあ僕個人的にはここは解放しない方がいいんじゃないかなと。現時点では言っときたいなと思います。で、能力値に関してはまあ悪くないですね。1665。まあここはディフェッスに関してはすごく高い方だと思うし、まあゴールキーパーでも今シーズン1高いんじゃないかなと思いますね。で、ボナセンがキーピープラスなんで、うん、まあそうですね。クラチャン向きと言ってもいいし、まあリーグ向きでもね、全然使えると思うんですけど、 うーん、まあそのね、さっきのスキルのね、<laughs> まあ正直ゴッドハンドで一枠使うんだったらね、その間合いとか欲しかったなと。まあせめてフィード、まあフィードだったら、まあんまなくてもあってもなくてもみたいなとこありますけど、まあクラちゃん用だったらね、フィードも大事ですからね、とかね。まあいろいろあるんで、まあ総合的にはちょっと9の評価かなと思いますね。はい。まあ10はちょっとつけれないかな。うーん。 まあ当然強いと思いますよ。シュートセーバーは止めるだろうし、まあね、まあそのセンス次第では、まあクラチャンで使うかリーグで使うか、もしくはまあどっちでもいけるのかというところは、まあそこのね、残り3センスとか、まあクラブリンクの反応状況とかも変わって、によっても変わってくるだろうし、まあキラとか、キラかどうかとかもね。 ま含めて、まあ、変わってはくると思うんですけど、まあ、ただ、まあ、一枠、ね、スキルが潰されたって言っても弱いわけじゃないんでね、うん、十分強いんでね、別に僕は育成してもいいと思いますよ、自信持ってね。はい。だって、正直な話、シュートセーバー持ってるか持ってないかで、これが、例えばシュートセーバー持ってないんだったら、あの、まあ、悩む必要あると思うんですけど、持ってる時点で僕は正直、まあ、育てても正直損ある選手かって言ったら、スオービック選手なんて多分、ほぼ損しないしね、今後も強いカード出るしね、どうせね。 うん、で今シーズンに限って言うと、まあ、去年とかだと、シュートセーバー結構持ち回りだったみたいな感じで、まあ、1年に1枚とかだったと思うんですけど、今年はその縛りは多分ないと思うんですけどね、まあ、前半シーズンでガーディアンで一発もらってるんで、前半シーズンのうちはちょっとないかもしれないですけど、特別限定ない限りね、まあ、月間 MVP とか受賞したらあるとは思うんですけど、まあ、黄色限定とか緑限定ではないと思うんですけれども、まあ、後半シーズンに入ってくると、まあ、シュートセーバー持ったカードをまた限定で、 出る機会があるんだったら、まあ出る可能性は十分にあるんじゃないかなと思うんで、まあね。うん。そこ含めて僕は正直うん。育成してもいいんじゃないかなと思います。まあ、今シーズン来シーズンの話はちょっとわかんないですけどね。今シーズンの活躍見てもまあ、十分にね。あのいいカード出る評価に値すると思うので、まあ、ここは当たった人は別にそのゴッドハンド、そんなに気にしなくてもいいと思います。まあ、ただ開放はしない方がいいと思うんですけど、まあ、評価は落ちるわけではないんでね。 うんまあ、そこはあの勘違いしないでほしいなというところですかね。はい、なので、まあ、当然、ね、ゴールキーパーとして第1戦線で活躍できるステータスは持ってると思ってください。はい、では続きまして、えー、5選手目見ていきましょう。こちらです。はい、川崎フロンターレのチョン・ソンリョン選手です。ソンリョン選手、スキル7、能力値が9、総合7で評価しております。 はい。ここもじゃあ見ていくんですけど、スキル構成は、えー、新スキルの煽りを食らいましたね。はい。えー、鉄壁のテリトリー、スーパーセービング、えー、ハイボールディフェンスということで、やっぱりシュートセーバーがね、<laughs> まあ、まあ大事と言われている今の環境、それを凌駕するような、この絶妙な、絶妙のテリトリーの、えー、価値があれば話変わってくるんですけれども、多分、ない可能性の方が高いと思うんで、まあ、やっぱキーパーとしての評価厳しいかなというところが正直な感想です。まあスキル的には7ぐらいでしょう。 で能力値に関しては、まあ、ここはディフェ値高いんで9でしょう。プラスボナセンキンディフェいいですね。はい。ただ、総合はやっぱスキルの問題で7かなと思いますね。はい。まあ、孫良選手といえば、去年ね、あの、シーズンフォーカスのプレイヤーでね、シュートセイバーのいいカードが出てましたので、ああいうの持ってる人からすると、本当にちょっと今回は狙えないカードなんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、正直、孫良選手は、うーんー、まあ、意外とね、そのフォーカス系とかもそうだし、 まあマジェスティックとかのね可能性もあるしまあ結構いろんなところで見る選手ではあるんですよね限定的にねうんバンデーラとかもあるかなバンバンデーラ川崎は孫ン,ン選手でしたっけ違うかな <laughs> そのちょっとあれですけど定かじゃないですけどはいまあでも結構いろんなところで見る選手なんでね、はいまあ、今回のガーディアンはちょっとね新にすぎるの煽り食らっちゃいましたけれどもまあ今後の限定には期待できるんじゃないかなとこの分ね まあ次に出た時は <laughs>、あの、シュートセーバー持ってるんじゃないかとい期待ができるので、まあ村領選手待ちの人は、まあここは、まあそんなに比較的、まあちょっと残念ではありますけれども、まあスルーして、まあ次出た機会に狙うっていうのがベストかなと思います。まあただわかんないですよ。これ今現時点での話ですからね、この絶妙の、ああ、絶妙のじゃない。混ざるな、鉄壁のテリトリーね。うん、鉄壁のテリトリーが、あのー、ね、 めちゃくちゃいいスキルだった場合は僕の評価変わりますねはいまあそこ次第かなと思いますなのでまあここはちょっとねまあその可能性も低いと思うんですけれどもまあ次の次の限定にここは期待しましょうまあ尊涼選手はね結構さっき言ったりあり対象になることが多いんでねはいまあここまあどっかで前半シーズンのうちかどうかわかんないですけど前半シーズンのうちの可能性も全然あると思いますしまあどっかでねシュートセーバーの孫涼選手見れると思うんでそこに注目しましょう ははいでは最後、6選手目です。6選手目の選手はこちらです。はい横浜 F ・マリノスの畑中慎之介選手ですね。畑中選手、スキル9、能力値9、総合9で評価しております。はい非常に高評価ですが、ね、見ていきましょう。スキルはね、ここいいですね。タクティカルインターセプトね。で、ハードタックルとフィードということで、A、スティール、B タックルで、なおかつ A が上位の上位ということでね。はい、非常に印象がいいでしょう。スキルは9です。 能力値に関しては、ここセンターバック1本の選手ね、ディフェ値高い、プラス、金ディフェプラスということでね、はい、訪問文ないで初級です。総合的には9の評価で出させていただいてます。まあ、正直ね、これ10でもいいかなと思いました。うん、それぐらい質がいいカードと言っていいんじゃないかなと思います。 まあ能力値ね、ディフェッチ見てもね、1500超えてますしね。うん、十分な数値ある。まあただね、もうちょっとあったらよかったかなっていう正直な感想ね。まあ10にするんだったら1550は欲しかったかなっていうのが正直な感想です。ということは、えー、これブーストプラスとか関係なしで言ってるんで、まあブーストプラス、まあクラブリンク反応とかできる人からしたら10価と思っていいんじゃないかなということですね。何が言いたいかというとね。はい。 で感じがしますまあ、スキル面でも能力値面でも文句ないし、まあ、93のカードにしてはこれが、まあ、正直トップクラスの限界値。まあ、そういうね、細かい能力値とか言うと、まあ、ちょっともうちょっと欲しかったかなとかありますけど、まあ、正直限界値かなと思うんで、まあ、これ9にしてますけど、10に近い9と思ってください。あの、よく僕が言うやつね。<laughs> ただ、10はちょっと付けがたかったかな。うん、ちょっと評価の記事上げた段階でね、 ま、10はやっぱり特別なんでね。うん、もう10評価まではいかないですけど、9の中でも、ま、上位の9というところでお伝えしておけたらなと思います。まあ、特に、はい、えー、まあ、なんか懸念点とかもないんで、そんなに時間かけて評価するようなカードではないっていうのはいい意味でね、はい、そういうカードなので、まあ、ぜひ当たった人はセンターバックね、あの、起を考えて使ってみてはいかがかなと思います。まあ、去年の後半とかね、なぜか畑中選手ね。まあ、なぜかというか、まあ、ちょっと確かに、あの、活躍機会落ちてたんで、 まあ、チャレマ集会できるようになったりとかした時にね、まあ、キラー手に入れたりとか、センス厳選できたりしてる人いるんじゃないかなと思うので、まあ、今日この日のためにね、それを皆さんやってたんじゃないかなと思うぐらいのカードが出たんじゃないかなと思います。まあ、それもね、J クラのやっぱり良さなんでね、まあ、チャレマのやっぱ魅力でもある、そのね、えー、グローリー集会が実る時が来たということで、まあ、ぜひね、そこで、えー、まあね、狙ってた人からしたら、ここはね、ゼガヒでも欲しいんじゃないかなと思うので、ぜひ狙ってみてはいかがかなと思います。 はい。ということで、6選手評価終わりまして、いかがだったでしょうかまあ結構時間をかけてね、しっかりとやっていったんですが、まあ分かりやすい評価基準にはなってたんじゃないかなと、個人的にはまあ自己評価として、はい、思います。まあね、前に比べるとちょっとシビアなことも言うかもしれませんが、まあこれが素直な評価と思ってください。なので、まあそのね、 ま、言わないとね、あのー、正当な評価は、まあ、僕の評価も得られないと思うんで、まあ、ね、あのー、信頼してもらえるべくね、言うことはちゃんと言わないとというところで、まあ、ちょっと厳しめに言ってることもありますが、まあ、それはね、ご了承いただければなと思います。僕も心痛い部分あります、ちょっとね。はい。まあ、でも本当にね、あのー、まあ、正直これだけ言っときたいこととしては、うんなんて言うんかな、まあ、全選手当たりなわけがないっていうのが一つあるのと、 あとは、まあ、その今回、例えばちょっと、ね、えー、まあ、完璧とは言えないなっていうカードが出てる選手も次回の限定とかね、また出てくる機会が当然、まあ、ある選手たちが揃ってると思いますので、まあ、そういった意味含めるとね、まあ、今後の、えー、カードにも期待できるということでね、まあ、それをね、まあ、ポジティブに捉える、捉えるか、まあ、えー、ね、あの、悪く捉えるかは、まあ、皆さん次第であるんですけれども、まあ、うん、何 <laughs> とも言えないカードもありますけど、 はい。そこはもう仕方ないと割り切るしかないですかね。うん。ということで、まあ当たり選手もね、あの、やっぱりガーディアン多々いると思うので、まあここね、あの、ディフェンダーとか、しっかりと補強したい人、まあ、ゴールキーパー含めてね、補強したい人はしっかりと、えー、狙っていけるべき、あ狙って、<laughs> 狙うべき限定かなと思いましたので、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。で、今回パート1の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。